アイテム番号、SCP-619JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-619JP に指定される区域への立ち入りは管理者の許可を得た上で行われます。現在停止されています。エリア上空への一般航空機及び飛行機器の侵入を防ぎ、区域内の視覚情報の流出を防いでください。自治体などの外部からの情報提供の要請には虚偽のデータが使用されます。説明。SCP-619JP は長野県山間部。市と市の境界線上に存在する半径600メートルほどの区域です。区域内は未整備林地帯となっており、平坦な土地であるもののこれまで人が住んだ記録は残されていません。目視ではこの場所の異常性は確認できませんが、この区域内を何らかの手段により映像記録として観測した場合、そこには現実の SCP-619JP とは異なる光景が映し出されます。これを SCP-619JP-A と指定します。SCP-619JP-A は外見上錆びれた小規模山間集落であるように見え、区域正面を通る未舗装道路と、その片側に沿って並ぶ小規模商店街の形態を成した家屋群が観測されています。家屋の多くは明かりがついており、なおかつ壁面やポール、広場に存在する簡易ステージといった建造物をつなぐように点灯された上鎮コードがかけられています。SCP-619JP-A の光景は実際の気候や時間帯によらず、常時12月31日の夜間1と見られる環境を維持していると考えられます。SCP-619JP-A 内部には、行動能力を持った人型の実体括弧 SCP-619JP-1 と指定括弧閉じが存在します。SCP-619JP-1 は現在約400体の存在が確認されており、そのほとんどは主に中高年から老年と見られる男女の姿をしていますが、現在これらの人物の特定には至っていません。これらの存在は SCP-619JP-A 範囲内においては現行人類と同様の行動が可能であると判明しています。SCP-619JP-A との意思疎通は、映像機器による撮影時に使用者が口頭で発話することにより、録音音声を仲介して行うことが可能です。SCP-619JP-1 はこちらからのコンタクトには有効的に応じるものの、自発的に探索者への接触を行うことはありません。詳細は以下の資料を参照してください。探査ログ、619JP-α5。対象、SCP-619JP-A。探査者、D-18925。担当者、千賀博士。日時、2013年6月日、付記、D-18925 にはビデオカメラを所持させ、映像、音声をリアルタイムに視聴させる。担当者の指示は通信機により行われ、映像、音声データは探査担当班に常時送信される。D-18925。おい、電源入れたぞ。どうすりゃいいの、これ。千賀博士、カメラを構えて記録を開始してください。D-18925。あいよ、って、わあなんだこれ。真っ暗じゃねえか。しかも奥にボロ屋がある。どうなってんだよ。カッコ D-18925 はカメラと風景を繰り返し交互に眺めるカッコ閉じ。千賀博士、そのまま撮影を続けてください。D-18925。なんか誰かいるぞ。映像の方。ちっこいばあさんが歩いて、あ、家の戸が開いてじいさんが出てきた。ああ、向こうにも少し歩いてる。おっさんっぽいのと、小さい子供が一人だけ。なんだこりゃ、村か何かか？千賀博士。もっと彼らに近づけますか ?D-18925。やってみる、わいいとして、ややこしいな。映像じゃ砂利道が映ってるけど、実際足元は倒木と雑草と岩だらけじゃん。転びそうだよ。D-18925。着いたぞ。建物がいっぱい、ってほどでもないけど、何軒か続いてる。酒店、奥のは、金具屋。って、看板とこぼやけてるが書いてあるな。小さいけど商店街みたいな感じか。電柱とか家に長いコードで電球がぶら下がってる。祭りで提灯代わりにぶら下がってるようなのだな。周りは何人か歩いてるな。じいさんばあさんばっかりだけど、気味が悪い。千賀博士、彼らはあなたに何らかの反応を見せていますか ?D-18925。いや何にも。てか、この映像そっちで見てんならわかるだろ。
声かけてみるか。センター博士、まだ結構です。そのまま道に沿って建物や周囲の様子を撮影してください。P1892 号。はいはい、商店街の後ろ、奥の方にもいくつか平屋があるな。と田舎の農家が住んでるようなの。畑や、多分田んぼもある。建物は電気がついてるのが多いな。そっちもちらほら人がいる。センター博士、何か気になることはありますか？ P1892 号。そうだな、道とか屋根とかに雪が残ってるな。歩いてる奴らもみんな着込んでる。こいつらの世界は冬なのか？センター博士、興味深いです。P1892 号。あ、博士、なんか広場みたいなのがある。真ん中に鉄パイプのステージがあって、その周りにかなり人がいる。話してたり、座ってぼーっとしてたり。村公民館、手奥の建物に書いてあるな。壁の時計は、11時50分。その下の掛け看板は、ようこそ2000年、新生、村に関する功労会。あと、あちこちに、明けましておめでとう、って書いてある。辰の置物に、門松まであら、なんだあや。センター博士、周辺のものを、できる限り鮮明に撮影してください。カッコ D1892 号は周囲を撮影しつつ、ステージ横のテントに近づくカッコ閉じ。D1892 号。なんか机に資料みたいなのが置いてあるな。さわ、でねえ。手がカメラには映るけど通り抜けちまう。一枚目だけだけど、見えるか？センター博士。少しそのままお待ちください。ありがとうございます。カッコ、記録資料 619JP、ベータ、21を参照カッコ閉じ。P1892 号。で、どうすればいい？目に映るもんはあらかた取ったぞ。センター博士。では、SCP-619JP-1 との接触に入ってください。誰でもいいので、映像に映る人物に話しかけてみてください。P1892 号。じゃあ、おい、ばあさん。カッコ D1892 号は映像内近辺に存在した SCP-619JP-1 実体に接近するカッコ閉じ。SCP-619JP-1、おめでとうございます。P1892 号。わあ、おめでとう。SCP-619JP-1、見覚えないけど、ふもとの若いのかや？ P1892 号。どうすりゃいい？センター博士、会話を続けてください。P1892 号。な、近くの人間じゃないんだけど、ちょっと用があって来てるんだ。SCP-619JP-1、まあまあ、こんな何もない村にそんな寒い姿ではるばると、せっかくの大晦日なんだから。公民館で酒でも飲んでゆっくり温まっていってくださいな。もうすぐ、村長さんがそこの舞台でお話しくださるの。P1892 号、村長？ SCP-619JP-1、ほら、そこの白い上着の色男。ちょっと頭が寒いけど、あひゃひゃ。P1892 号、どうする？センター博士、接触を行ってください。カッコ D1892 号は刺された先の実体に接近するカッコ閉じ。P1892 号、おい、あなたが村長さん。SCP-619JP-1。すみません。ちょっと原稿読んでたもので。P1892 号。何か、話すんでしたっけ？ SCP-619JP-1。あと10分、12時ちょうどに大発表ですよ。ところで、あなたは？ P1892 号。あ、ちょっと用があって立ち寄ったっていうか。SCP-619JP-1。そりゃいい、公民館で酒と年越しそばを配ってるんで、どうぞゆっくりなさってください。せっかくの大晦日、最後の1900年代なんですもの、楽しみましょう。P1892 号。まあいいけど。ところで、何の大発表があるんです？ SCP-619JP-1。こんな寂れた村で名所もなく、若者はみんな麓や都会に行っちゃいました。もうすぐここも廃村か、というところで助けてくれた方々がいるんです。村を永遠に残る思い出の場所へ。って再興計画を立てていただいたんですよ。
しかもボランティア、もういらっしゃるはずなんですが。P、18925、姿が見えない ?SCP-619JP、1。まああと10分ありますし、ギリギリでいらっしゃるでしょう。P、18925、気になってたんだけど、さっきからずっとあの壁の時計、11時50分、のまんまだよ。壊れてんじゃないの。SCP-619JP、1。まさか、あれはこの村で一番新しい電波時計ですよ。それにほら、私の腕時計だって。P、18925。その時計、両親が同じところを行ったり来たりしてるぞ。SCP-619JP、1。カッコ対象が口ごもるカッコ閉じ。P、18925。そもそも今2013年だし、オタクライツの人間。千賀博士、会話内容を自重してください。P、18925。え、ああ、じゃあ、そのボランティアの人たちって、どんな人？ SCP-619JP、1。P、18925。おい。SCP-619JP、1、20、13年。P、18925。は？ SCP-619JP、1。そうだ。ずっと、昨日も、一昨日も、13年、何度も待ってた。P、18925。どうした、急に。SCP-619JP、1。あの人たちは、来なかった。あと10分で、10分減っても、いや、下手なかった。忘れてた。私は、ずっとスピーチ台の前で。P、18925。おい。SCP-619JP、1。忘れてた。みんな、忘れてた。あまりにも長すぎた。気づけなかった。いや、気づいていた。わからなくなっていた。カッコ映像内周辺に SCP-619JP、1が集まってきていることに D、18925が気づくカッコ閉じ。SCP-619JP、1。永遠だった。ここは永遠だ。そういうことか。最高なんかじゃない。こういうことだったんだ。わからなかった。あいつらは。P、18925。おい、なんだよ、おっさん。あ、え、さっきのばあさんなんでみんなこっちに来たるんだよ。なんで見てるんだよ。SCP-619JP、1。あんたは違う。私たちが違う。消えている。あんたの身体、私たちには、助けてくれ、連れてってくれ、ここは違う。この村は、もう、ない、私たちも。カッコ硬直する D、18925の持つ映像画面に SCP-619JP、1が張り付くカッコ閉じ。SCP-619JP、1。ここから出してくれ。終了報告書。D、18925は映像機器を放棄して逃走。間もなく確保されました。検査の結果身体的異常は見られませんでしたが、精神面に本件が起因と思われる錯乱と一種のパラノイアと考えられる症状が見られました。記録のため D、18925の様子を機器により撮影したところ、いびつな姿をした存在がその身体に抱きつくように、半ば溶け込んで映し出されました。未知のミーム的影響を考慮し、D、18925は閉鎖空間での短期間の追加試験の後終了されました。放棄された映像機器には、逃亡する D、18925を凝視する SCP-619JP、1軍が機器が回収されるまでの間記録されていました。ほい。後日別の D クラス職員を用いた SCP-619JP 内追い探査が行われましたが、全探査時とは異なり、SCP-619JP、1軍は撮影開始とともに探査車を近く、無言で探査車の元へと接近する姿が確認されたため追い探査は中断されました。再開のほどは未定です。記録資料 619JP、ベータ、21。以下は探査ログ、619JP、アルファ、5内にて映像記録から解析された資料の一文です。平成11年12月31日。村長及び村の皆様へ。有限会社木更木工務店。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。さて、この記念すべき区切りとなる時に、村の皆様との貴重な絆を結ぶに至りましたこと、
大変喜ばしく思います。この時代、地方村落の過疎化は全国的に憂うべき問題でございます。人々と自然が調和し、伝統を重ね長くの時を共にしたこのような集落はまさに人々の心の故郷であり、財産であり、永遠に守るべき大切な宝のような存在です。この度皆様のご依頼でありました、永遠に残る、村、のご希望に沿うため、弊社一同心を込めて全力で向かわせていただきました。本日深夜、記念すべきミレニアムの瞬間に、私たちは皆様に、永遠の、村、をご披露いたしましょう。微力ではありますが、笑顔あふれる皆様の助力となれましたこと、大変嬉しくまた誇りに思います。この笑顔の村が終わりなく続くことを祈り、締めの言葉とさせていただきます。皆様の今後より一層のご発展を、心より記念申し上げます。金箔。